準決勝をご覧いただきましょう。山本選手そして小倉選手でございます。もうここまで来ると本当に目が離せませんね。まあ、小倉選手も手も効けば足も効くですからね、はい、もっと積極的に技かけた方がいいと思いますね。はあはあ、特にあのちょっとしたチャンスを許すと山本君が選手がスバッと入り込んできますから、はい、もっと逆にこっちから攻め込むような気持ちが大事じゃないかと思います。はい、あれだけいい技を使いこなせてですね、はい、あの組手もやっぱり肩と同じようになんかちょっと物足らないものがちょっとだけ感じがいたします。はい、まあ、要するに積極性って言いますかね、これさえあれば私は小倉選手というのは素晴らしい選手になると思うんですけど、はい、